お疲れ様です。お疲れ様です。なんか不思議な構図ですね、これ。その前にいいですか。はい、誰ですか。新人のですね、はい、永瀬と言います。お、永瀬さん。誰ですかですよね。よくよく考えてみれば。7月から入社しております。はい、名前何にしましょうか。あだ名ですね。ちょっとバチってハマるのをちょっと考えてください。バチってハマるのですか。筋トレマンですか。筋肉おじさん。長いですね。ちょっと長いですね。まあ、ここは視聴者さんにちょっと聞いてみますか、一回。そうですね。なんかあだ名。難しいですよね。よくよく考えてみたら、プランナーさん、お二人プランナーですよね。そうですね、プランナーです、ね。営業とかはなんか契約とかそういうの取ってきたりっていうのは分かるんですけど、うん、プランナーさんの仕事ってなんかよく知らないなと思って。でも大谷ちゃんがちょこちょこ、そうですね、大谷さんがちょこちょこやって、ね、でも現場で現状したり、なんか塗料関係持ってったりっていうのを聞いたんですけど、今日はなんか話聞く限りなんかそういうのじゃなかったんで。そうですね、着工前の仕事ですね、はい、その工事始まる前にやることって言ってもいろんなことがあって、はい、ご近所さんへの挨拶、はい、それから工事を始めるんでご迷惑おかけしますっていう挨拶と、はい、まあ足場班の人にこんだけのこういう敷地でこういう風で組んでくださいっていうのを含め、はい、あとは着工前にやることとは何がありますか。出てこい、出てこい。おお、これはあと色決めして、そこが一番ないですよね、はい、結局うちは外壁塗装工事の会社なんで、はい、お客さんがどういう色にしたいのか、どういう改修工事でどういう仕上がりのうちにしたいのかっていうのを、はい、やっていくのが、まあ、着工前の仕事、はい、工事始まる前の仕事、はい、になるので、で今日はそのご近所様の挨拶と現状に、はい、一緒にお勉強です。お勉強ですね。いわゆる動向ってやつですね。そうです、動向。今でちょっとその管理、社長もちょっとどっかで言ってたかな、はい、言ってましたね。管理のレベルをちょっと上げていくために、はい、まあ、いろんな各店舗、結局各店舗にそれぞれプランナーさんがいるんで、はい、その各店舗のプランナーさん同士、まあ、いろんな各店のことをペアを組んで、はい、ちょっといろんな現場を見に行って勉強しよう、みんなのいいところだけをこう盗んで成長しようっていう、はい、今時期です。結局経験、何現場もやらないと、はい、一現場やっぱりやること、大まかなやることは一緒でも、はい、その現場によってやっぱり違うんで、いろいろ細かいところが、はい、そういうところはやっぱどうしてもその件数を、物件の件数をやっていかないと、こなしていかないと、はい、多分その時の状態にならないと教えれないこともあるし、はい、その時の状況にならないと多分自分が理解できないこともあるから、はい、こればっかりはもうね、件数やるしかないんですよね。経験ってことですかね。そう、失敗すればいいんですよ。うちには強いボスがいるんで。そうですね。ドン小林がいる。ドン小林じゃなくて、その前にプランナーとアドバイザーの上にボスがいるんで。いますね。それぞれ。だからね、もし失敗しても結局チームでみんななんとかやっていけれるんで。はい。じゃあちょっと結構いい時間になってきたんで。入りましょうか。まだですね。ここから現場なんでまだ。はい、現場でした。違います。まだここから現場向かう途中なんで。暑っ。日が結構すごいですね。暑い。暑いですよ、これ。近隣挨拶って何件ぐらい回るんですか、大体。まあ、基本はやっぱお家の周りに隣接してる、接種さんのお家に隣接してる、はい、まあ、横、後ろ、前、はい、とかは絶対で、はい、それ以外にもまあその大体まあ10件、家を中心として10件ぐらいは。はい、終わりますね。うん、すいません、突然失礼します。はい、迎えのですね、様邸で、はい、来週の月曜日から外壁塗装をやらさせていただくものなんですけど、はい、少々だけお話よろしいでしょうか。あ、はい、ちょっと待ってください。はい。はい、すいません、突然、はい、こんにちは、失礼します。はい、来週の月曜日からですね、始めさせていただいて、はい、ちょっと足場を組み立てる際と解体する際にちょっと大きな音が出ますねってことで、あ、まあ、ちょっとご迷惑をおかけしますってことと、はい、あとちょっと工程が一応
組んであるんですけど、はい、天候によって変わってきますので、はい、まあ、その辺ちょっとまたご迷惑する部分があるかもしれないということで、はい、はい、ちょっとご了承いただけたらなと思います、はい、ご協力の方お願いします、はい、何かありましたらお電話番号、あ、電話番号書いてありますので、はい、またいつでも連絡ください。すいません、はい、すいません、よろしくお願いします。すいません、ご協力よろしくお願いいたします。これで一応金利挨拶おしまいね、はい、今日は9件多い時だと何件ぐらい行くんですか。私最高20件ぐらい。20件結構この金利挨拶って大事なんで、はい、その確かにご近隣の人にそうやってご迷惑をおかけしてしまうっていうところも含めですけど、はい、やっぱまあどの会社でどういう業種の人たちがやってるのかっていうのも含めて、まあ、アピールするポイントでもあるんで、はい、やっぱこういうチラシきっかけにご近隣様で見積もり依頼取ってくれたりする方もいるんで、はい、この金利挨拶は大事ですね。大事なんですね。そうです、うん、かなり大事ですね。じゃあちょっとこの後は、はい、まあ、大谷ちゃんも一回やってましたけど、足場現状、お家の図面、お家の図面っていうかお家の形と敷地幅を測って、はい、まあ、足場の職人さんが当日組むのに組みやすいような状態を作るために材料がどれぐらいいるのかとか、そういったの、そうです、そうです、私たちが出してるのを見て、はい、まあ、じゃあ長手がこんだけ短手がこんだけだから資材がこれぐらいいるねっていうのを計算して積み込みをしてるので、はい、それをするためのやつをやります。はい、はい、お願いします。はい、やってください。はい、はい、やってください。実際に測った、そう、実際に測ったものですけど、はい、まあ、ざっくりですよね。お家の形があって、はい、で、まあ、足場はこの周りにこういう風に組む形になりますよね、はいはい、なんでここの敷地の幅、はい、お隣さんとの敷地の幅だったりとか、はい、あとここのお家は、玄関のところがこうくぼんでて、はい、その上に2階のこうベランダが出ているとか、あ、はい、っていうのを書いてあげとかないと、はい、まっすぐ一辺に対してだったらズドーンって足場ピンって張るだけなんですけど、結局こういうのがあるとこうここも触らなくちゃいけないんで、この側面ね、ベランダの側面だったりとか、このベランダの下の木のところとかも触らなくちゃいけないんで、そういうのをこう測って、数値書いて、そうです、数値測ってあげると、まあどこまで職人、あの足場の職人が細かい数字をで計算してるかちょっと分かんないんですけど、これを出してあげると3190と1830、これ足した、あ、こっちじゃダメか、でもまあ私もよくちょっと難しい、足場は分かんないですよねよくだけど、まあここの長手だったら、例えばこれ測ってないんじゃないのか、長手約7メーター、はい、多分あるんですけど、はい、それを、シングル 1.8、はい、なんで多分その 7.7 メーター7000を1800で割ると、まあ大体ここにシングルが何枚来るか、アンチが何枚来るかみたいなので、はい、材料を出していくらしいので、そういうのができるように、まあ正直多分たくさん材料を持ってこれば組めるは組めると思うんですよ。足場の職人さんが朝来てここに来て何の材料使おうかなで組むことができるけど、それだと材料余らしちゃったりとか、あとその一番最悪なのは材料が足りなかったってことだよね。組み始めてやっぱり材料が足りなかったってなることを、まあ防ぐためにもこういう現状って結構大事だっていうふうに言われてるので、私たちもやっぱ測り方難しいから、はい、きっちり測れなくて足場の職人さんにただただ怒られてますが、怒られながらもこういう感じでこれをまあ本社に帰ってからですね清書して、はい、お家の全体の写真、まあ、四つ角とかからパシャ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 写真を撮って、はい、その写真とこの延長した清書した紙をともに、はい、足場の職人さんにどこどこ邸のものですっていうふうにお願いをする、出します、はいはい、LINE がグループ LINE があるの、そのグループ LINE に入るんですけど、はい、でそれを職人さんたちが見て前日に積み込みをして、はい、当日組み立てに来るっていう流れになります。はい、じゃあこれで以上かな、現状はとりあえず。そうですね、お疲れ様です。お疲れ様です。現状完了しましたね。はい、暑かったっすね。いや、夏の現状は本当に暑いっすね。職人さんの前ではこんなこと言えないんですけどね。職人さんもそうですね。はい、この中いつも本当に頑張ってもらって、はい、本当に職人さんなんかこうやって現場で現状とかしてると本当に思いますよね。本当にそうですね、あっちいなぁと思いながらこれ一日やってんだもんなぁとか思う、本当に頭上がらないなぁって思いますね。こんな感じで、ね、今、はい、ランナーさんをちょっと育てようっていう、みんなでレベルを上げて頑張ろうっていう風で、はい、日々ちょっと打ち合わせしたりとか、はい、ミーティングしたりとかで話し合いしながらやってってる感じです。はい、はい、ぜひ応援もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
お客さんと塗装屋さんをつなぐマッチングと求人道場ですね、はい、もう始まってるんですよね。始まってますね。もう一般公開されているはずなんで、一般公開ね、はいはい、もう始まってますので、ぜひはい、よろしくお願いします。佐々木ファミリーチャンネルもよろしくお願いします。そうですね、あと足場半チャンネルと、ね、足場半チャンネル、大谷ちゃんチャンネル、はい、佐々木ファミリーチャンネル、はい、全部よろしくお願いします。佐々木ファミリーチャンネル、ちなみにあのインスタも開設したんで、そうですね、ぜひフォローしてください。はい、お願いします。お願いします。じゃあ50分かけて帰りましょう。帰りましょう。はい、はい、長瀬さん、ペコちゃん運転してるんで、また見てね、お願いします。また見てね、また見てね。お疲れ様でした。Thank you.